そうなの。私3回ぐらい噛んで味わったんですけど。サッカー好きな人、ちょっと好きな選手を、僕は日本代表だったらやっぱ香川選手ですね。最近ドルトムントで調子いいみたいなんで、長友とかも多いんじゃないですかね、ファンは。でもちょっと香川はなんか好きですね。期待しちゃうっていうか、ラモス古いですねラモス明日プール行かなきゃいけないのに、こんな夜更かしして大丈夫かな。アルシンド、長友、長友な。あれは本当ドラッグだよね。ジダン、いやあれはちょっと正直びっくりですね。やっぱりビッグチームにあんな監督としての経験がない。マジかよ。100円さん頑張って。なんか音がついてないな。ジダン選手、選手の時結構好きでしたけど、カリスマ性とかは続きね。ワールドカップ2008年、2008年か、あ、2年、2010年、2010年か、2006年、じゃないですかね。新しいことにチャレンジするっていうことも大事なんで、結果も今残せてるんでいいんじゃないですかね。高慢そうじゃないっていうのも、やっぱ経験がないのでやっぱ謙遜じゃないですか。ちょっとガキやめて、今重大なとこだから。ごめんごめん。家族のことを優先してくださいね。ビーグル犬さん、まさにそうですね。でも男のプライドってのもありますから、みんな見てるのに、みんながゲーマーとして、男としてクリアしたいですね、やっぱりって思ってるんじゃないですかね。
あ、やべ、回復してない。おっしゃー、やったよオーマイガーシ、オーマイガーシ、オーマイガーシ、やったオーマイガーシやったぜおらおらおしゃあ、そうかそうか、やっとスペシャルアタックができるな。準備はいいかい。行くぞ。あれ？ん？ああ、そうだよ。何もやんないのさ。何も起きないから。わかる意味。君には僕は倒せない。だから君のターンにはさせないようにしたんだ。君が諦めるまでずっとここにいるよ。ここにずっと立ってることになると思うんだ。わかる？え？ここまで軍隊になったね。飽きてきたかい？まだ飽きてないんだったらゲームやめたら。こっちなんか音鳴るんだよ。これなんなの？お前みたいなタイプは知ってるよ。君は決めたことを諦めないんだろ。やり遂げる男だろ。これ以上やっても何も意味がないのに諦めないタイプか。君が何をやっても、ん？どうしたらいいと思う？これ、これクラッシュしたら泣くけどね。目が光ってんだよな。もう終わりだ。もうやることは何もないよ。もう諦めな。そして何もやんなきゃいいよみたいな。ちょっとコメント紹介しようか。意味わかんねえなとかおめでとうとか、やり遂げる男100円とかコメント流してくれてるツイッターでもありがとうございます。なんで黒くなっちゃうんだろう。直さないと。これでいいのかね。え、これでいいのかな。わかんない。どうしたらいいんだろう。でもさ、右はなんかハートがはみ出てるんだよね、うん、画面から。なんなんだろうね。俺諦めなかったよ、みんなのおかげで。何やんだ。でも目が光ってんだよね。ずーっと叩いてんのかな、これ。ん？
こんばんは。じっとしてみては、サンズの目。確かに悲しくなってくる。あ、もしかしてさ、これ確かにじっとしてるのかな。ちょっと動いてるね。置いてきてみる。閉じてきてない目。あ、寝るんじゃね。おお。寝た。寝たよ。え？この間に動けんの？おお。どういうこと？ガードしてたってことじゃない？こっち来れないように起きてた時。ああ。そっち行くとどうなの？上行けんのかな。上下あし、ああなるほど。ああ、そう、それでいいの。あ、血出してる。ほう、これで終わりか。注意しなかったって後で言うなよ。グリルビーに行くんだ、ベイビー。パパイラス、何か欲しいか。うわ、もういないんだよパパイラス。殺しちゃったんだよ。死んだ。死ぬとあれ。うん。おお。おっしゃー。うわ、マジ疲れたな。もう後でリプレイで見たいわ自分のプレイ。ちょっとセーブしとこう。アイテムに確か回復薬いっぱいあるから。おぉ、わぁ、来たね。ご苦労様です。あ、まだ終わりじゃないんだけどね。次余裕なんでしょ、あれと比べれば。いや、わからんわからん。わかんないの。わかん、見たことないもんだって。ここは攻略で見てたけど、次のボスどうなるかな。